のマスクをね、番組側がご用意してあのくれたみたいなんですよ。何様々なマスクって。ということで用意したマスク、まずこちらでーす。チャレテン。K-POP アイドルがよくしてるやつの黒い、なんか、やっぱ、マスク。もう、ブスブスブシブシってなっちゃってるじゃん、今。いや、これ一回してみたい。あ、木村良平スタイルですよ。あ、そうなんだ。そうです、そうです。良平さんがね、もう開け口がわかんないもん。いや、わかんないね。でもさ、やっぱ、韓国とかでは普通なのかもしれないけど、日本でこれされてる方見ると、ちょっとビビっちゃうんだよね。びっくりする。もう、黒田高也さんぐらいしか知らないもん、あと。え、っていうか何なんか、スポンジみたいな、何これ何この素材？私の知ってるマスクじゃない。やっぱマスクをしたからには私たち匿名になるわけですよ、きっと。イヤホン外す？だから、もう桜と大西じゃなくなるから、本当にこれ大丈夫？遠慮のない話をしてもいいらしいよ。聞いてる？うん。え？どっち？あと、くちゃい。なんか。え？うわ、なんかヤンキー！なんかね、あの、キティちゃんのスウェットで、コンビニに彼氏と行ってそう。マジで、最近のもうほんとコーラ美味しいから。それギャル、コーラ、ね、マジで美味しいから。あ、立ち読みしてこうぜ、みたいな。あの、魔導士だね。